皆さん、こんにちは。マーティンダーのミはクーバー、ントケ横浜、巨人、近鉄、楽天の4球団を当たり歩いた長池、安尾さんの凄さを言います。確かに横浜では出場はちょっとですね。はい。ユーティニティな内野手の上、ホームランはゼロで終わりました。巨人に移籍してが、才能は開花しました。1998年、横浜優勝した年に。才能は開花した長池選手。いやー、凄かったですね。まあ、セカンドとかいろいろですね。はい。その後、近鉄で移籍しましたが、最後の1ア打で終わってしまい、楽天に移籍してがあんまり出ず、まあ、少ないですね。はい。 引退後はコーチとして務めております。やはりコーチの方が有能ですね。以上です。バイバイ。